いやー雨でね大変ですよね。登山だよね、登山道で、まあ、台風の後ですからね、結構やばそう。でもなんかこれ結構来てるね、道がなんかほら端っこに落ち葉が寄ってるからね。そしたらこんな感じ、あっち、いや結構歩いてきたよね。いや疲れますわ、足も悪いですね。また結構あそうね、結構歩くんでしょうこれ、パターン的にね。いや結構登るわ。また昔はこんなとこ通ってたんだねえ。足場が本当悪い、まあ崩れても、木がすごい、枝がさらにね。いえ、なんか自然を歩こうって感じだね。うん、ガードレールも年季入っちゃった、サビサビ。柏田どうしたんでしょう、これが落ちちゃってるよね、落ちてるよな、ね。もうここじゃね、あの電波がないな。LT1 本かろうじにあるって感じ。またこれ夜だとね怖いと思うんですよ、ここは。もう行けばいいし、一種の登山だもん。でもなんか車通ってるような感じもするな、関係者のね。落ち葉がね、ガードレールが本当に年季入ってる。すごいね、こういう道がひたすらだよ。爆石してるじゃん。もう道路崩壊してるよ。うわ、もうほとんどね落ちかかってる。はい、ちょっと待ってね。はい、じゃあ行きましょう。まだなのかな、結構歩いたけど1本。あー全然まだまだ。あーこっからもう、そうなんだ、結構あるな。いやー今やっと半分ぐらいだな、半分ぐらい。これで半分。半分。結構あるよ。あ、こんな道ですね。まあひたすらこんな道があるんで、ちょっとじゃあ録画ここで止めておきます。旧犬鳴トンネル着きました。逆側からですけど県外ですね。もう。県外ピントが合わないな。ってことでね、
写真を撮って記念碑なんだねこれね。封じ込められてますな。これがあの噂のもう完璧ですね。はい、皆さん、旧入野崎トンネルです。封印された旧トンネルです。苔が、落書きも消えちゃってね。ね、こんな感じです。封印されてますね、完全に。年月をすごいね、完璧だね。あ、疲れたね。これがね、隙間しかない。隙間から、ああダメだ、次ベチャだよ、ベチャ、ベチャだよ、いけねえんだよね、ベチャだから中入れない、ベチャだもん今。標識も落ちてる。ここでなんとかかろうじてタイヤと見えないね。完璧塞がれてるよね。少しこんな感じ。少し見えるかな。明るさもしてこんな感じです。あ、ちょっと見て、ピンと。苔がすごい。こんな感じ、中はナイトショットでね。すべてこんな感じですよ。すごいとこから、ね、撮ってます。もうほんと最悪。もうね、わかんないね、ブロックが。もうここだってね、なんだこれ埋まってるって完全に。いや最悪、びしょびしょですよカメラも。もうね、いけない、ね、水たまりでびしゃだからね。勘弁して、こういう感じ。まあ、ちょっとだけ見えるかな、中が。こっからこの中の天井がね、こんな感じ。ほんと封印されてます。うん、あもう最悪ダメ。あそこからね、撮れるったら撮れるんだけど、もうズームでね、行かないんですよ。ちょっとしか見えないね。困ったことに。まあそんな感じです。お疲れ様でした。旧犬鳴きトンネルでした。すごいね。犬鳴きトンネルの入り口ですね、これがね。こんな感じで行くんですね、犬鳴き。お疲れ様でした。なんかね、犬鳴きトンネルの、まあ道ですけど、こんなのがあったんですよ。なんだなんて書いてあるんだ、ズーム見てみよう。あ、これ新国有地みたいに書いてるんだね、ここら。そんな感じです。道こんなとこです。はい、こんな感じですね。なんかあるんですよ、手作りですね。これです、自然がすごい。こんな感じでした、犬鳴きトンネルで。撮影時間4分から5分で、多分5分取ってないかな。歩くの往復で約1時間です。疲れました。旧犬鳴きトンネルでした。お疲れ様です。おまけでこれが新犬鳴きトンネルですね。新犬鳴きトンネルです。お疲れ様です。
犬鳴ダムですかね。ダムですね。ちょっと渋飛びしてんな、ちょっとな。すごい高いんだね。ダム。こんな感じ。ちょっともやってるから見えないかな。犬鳴ダムでした。